井上梅治は日本の映画監督、脚本家、作詞家である。京都市生まれ。慶応義塾大学経済学部に入学するも、1943年、王将、1945年、復学。卒業後、1947年、新東宝に入社。自作の脚本を盛んに売り込み、1952年、わずか5年で、恋の応援団長で監督に昇進。 1955年、日活に移籍。当時売り出し中の石原裕次郎の映画を担当し、嵐を呼ぶ男が大ヒット。裕次郎は大スターとしての地位を確立した。1960年フリーになり、新東宝、日活以外の邦画4社で活躍。井上は邦画6社で監督を経験した。東宝では、冒険の宝塚映画のみで、 ずっと本体の木ぬた撮影所での劇場映画がなかったが、これも1983年に実現した。東西両撮影所を持つ大英、東英、小区ではいずれも両方で撮っているほか、ドキュメンタリーながら、東方冒険の東京映画でも1971年に監督を経験。戦後日本映画で長期間一般劇場映画を制作し続けた11の撮影所すべてで、 監督経験を有する記録となった。このうち4つはすでに閉鎖されているので絶後の記録となる。その他、香港のショーブラザーズでも17本の映画を撮った。1965年以降は、日本ではほぼ松竹大船撮影所に腰を据えた形となり、テレビでの代表作。 江戸川乱歩のビジシリーズに結実した。放課会前世紀にプログラムピクチャーを手掛けていたため、その監督作品数は110本を超える。この数は、戦後の映画監督としては、ピンク映画系の監督人を除けば、日本一である。劇場用映画だけでなく、テレビドラマの監督も、多数務め、テレビドラマの監督作品数は150本を超える。 2010年2月11日に脳出血で死去。同年4月13日にはお別れの海外となまれ600人が出席した。夫人は女優の月給夢二、娘は料理研究家の井上恵美、義妹は女優の月給、千秋、月給陽子。夫人の月給夢二がジャニー北川と親交があったことから近藤正彦支援の嵐を呼ぶ。 男のリメイクなど、1980年代のアイドル、映画流世紀に、ジャニーズ事務所所属タレント主演映画でも、いくつかメガ本を撮っている。また、日本国内にとどまらず、1960年代から1970年代の、香港でも何作もアイドル映画の監督を務めており、東南アジアの映画や芸能の発展にも、功績を残し、早撮り、 職人監督の国際的評価を得た。井上のもとで助監督を務めた湯浅範明によると映画監督は一つのシーンを撮るのにどれだけの費用や時間がかかるかの計算ができなければならないが持論であり当初のイメージ通り撮影することが予算や時間の制約で無理とわかると即座に制約の中で可能なイメージを追求する柔軟性を持っていた。湯浅は 大英発の特撮怪獣映画、大怪獣ガメラを監督した際の映画の組み立て理論においてこれが大いに役立ったとして、大怪獣、ガメラの影の生みの親は、井上先生だと解雇している。大学に招かれ講演した際、テレフィーチャー、江戸川乱歩のビジョンシリーズについて、大事なことは9時55分に、女の裸を出すことですと述べた。このシリーズでは、 経営19作品を手掛け、その前作が30年以上を経てなお、DVD 販売されるなど、結果として、数々の劇場用映画を上回る人気を保つ、結果となった。事実、裸や、猟奇描写にとどまらず、ケレンミと遊びたっぷりの演出の数々で、井上の作風を伝えるものとなっている。ABC、井上梅地主教映画監督、共同通信。 オリジナルの2010年2月19日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20100219074036/http://www.47news.jp/cn/201002/cn2010021501000903/html2015 年3月3日 嵐を呼ぶ男井上監督お別れ会に、日活スターラ600人。日テレニュース24 ht、http コロンスラッシュスラッシュ www.news24.jp スラッシュエンターテインメントスラッシュニューススラッシュ 1611407.html2015 年3月3日閲覧。唐沢俊一、ガメラを作った男映画監督。 湯浅のりあきアスペクト、アスペクトセレクション、1995年、ISBN 48億9366万3682、ありがとうございます。